よし、こんにちは。こんにちは。イエーイ。前回よりパワーアップしてないな、顔。え、前回とか濃いよ。え、だってカラコンとか今日ナチュラルだもん、すごい。あー、ほんとに。あと黒髪になったよ。あー、確かになんか色お揃いじゃん。ちょっと怖いっすね。相変わらずかっこいいね、カラコンね。なんか、K-POP アイドルみたいになってる、なんか今。あ、はい。見た目存じ上げてます。存じ上げてます。存じ上げてます。そうだ、ガチ恋みたいな人っすよね、この人。そう、ガチ恋っすね。はい。ちょっと怖いっすね、普通に。結婚したんだよ、俺。知ってるよね。見た。あ、いや、近い LINE で伝えてたよ、なんか2ヶ月ぐらいこの撮影、なんかなんていうの、お互いシャフすぎて、うん、そうだね、シャフすぎて。あ、そうそう、実際何回かあったけど、あ、そうそう、理由で考えもしてなかった。あ、確かに。しかもまず結婚するで、まずえってなるじゃん、嘘、うん、でしょってなるじゃん、うん、重大発表すぎるじゃん。確かにね。プラスさ、なんか子供生まれるんだよねみたいな。ああ、そう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 。え、謎大きい男すぎない？ああ、そうね、あんま言わない。あまりにも、あまりにも。しかもなんか公表してる動画見たけどさ、なんかもう情報量ゼロじゃん。いや、そうだよ、マジで。あんま言いたくないから。なんか承認とかじゃなくてさ、なんかもっとなんかあれだそうと思う。ああ、ミステリアスになりたいから、やっぱり。じゃあ挨拶書いていい？いいよ。え、前回なんてやったっけ？ガチ恋に来てもらったんですけど。あ、でもちょっと言わない方がいいね、これは。なんて紹介すんの？なんか前回、いや、なんかいいって言ってたから、なんかハゲとかなんか言ってたんだっけ。おい。前回の反省を生かすよ。そうやって。あ、そうそう。あ、そうね、ちゃんとね、ちゃんとちゃんと。ポッ、間違えた。ポッ、はい、で、今日はですね、チンポに来てもらったんですけど、ね、今日は。雑じゃないの？全員そのチンポって言ってんじゃない？もっとひねり出してよ。ポッ、はい、で、今日はですね、あ、つるつるじゃん、あの、なんていうの、あのガチ恋に来てもらったんですけど、勉強やりたいこと、あの、うん、今日っすね、2年ぶりぐらい、コラボ自体はそうだね。ああ、2年ぶりぐらいだから。チンポ好きって言ったじゃないですか。チンポ好きっすね。ヌテラクレープ。でもサイズ大事よ、すごい。ああ、え、うん、巨大なヌテラクレープって作りてえなて。あ、最高。作ってもらっていい？めっちゃいい。でもできてんじゃん、ほぼ。手洗っていい？あ、いや、いやっすね。なんで衛生面大事じゃん。めっちゃ遅刻してきたから、なんか。ごめんなさい。体で弁償するね。え、体で弁償するね。あ、俺そういうのちょっともう無理なんで、うん、やっぱ遅刻しちゃったから。ちょっと体で弁償しなきゃいけないから。あ、俺そういうのちょっともうダメになっちゃったんで。やりづらい。そう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 、やりづらい。全然あり、全然あり。え、やりじゃないわ、動画的にじゃなくて、うん、あの、個人的に嫌だなっていう感じですね。え、タオルは？え、タオルは？しょうがない、めんどくせえな、この人。そうそう。え、整形してた？あ、鼻まっすぐにした。ええー、でも変わったなくない、あんまり。確かに、あんまり。なんか、え、何を変えたのそれ。やっぱ普通に微中隔湾曲症って鼻が曲がってたもんね、そもそも。それをまっすぐにしただけだから、別に形も変わってない。あ、そうなんだ。でも自分しか分かんないですよね、それって。綺麗になったの？え、綺麗になった、前より。前と比べて綺麗になったの？ああ、綺麗ですね。でも金尾くんの顔変わったくない？え、俺変わってる？あれから一回多分また鼻やったし。あ、なんか下に下げ、ここをなんか下に出すみたいな、ちょっとやったね。あ、微中隔な、なんだっけ、微中加工だっけな。あ、微中加工、鼻整形仲間。あ、俺整形してないんだよ、俺。え、サイコパスなの？整形してるキャラじゃないから。いや、バレバレ出してんじゃん。めっちゃ言ってんじゃん。あ、そうね、コラボ動画でも。あ、じゃあチンポ、あ、チンポじゃない、バナナ挟んでもらっていい？すごい、うん、でもちょっここら辺だけ、先っぽだけみたいな。いや、先っぽでかくするみたいな。先っぽでかくするんだ。先っぽでかくする手術流行ってるね、なんか最近。ちょっと待って、なんだろう。原因すぎる会話これ。でもさ、友達でさ、増大手術してる人多い。え、いや、そうなの？そのさ、あれってさ、バナナってさ、奥にこうめり込んでる。え、どういうこと？めり込んでる。人間の構造的に奥にもっとある、長いと。長いの。そうなんだ、中に入ってる。長さが本当あるんだけど、それを伸ばして前に出して長さを長くするって手術をやってる人がいて。え、それって長取り出せるの、こうやって奥の部分をなんか前に出せる。そうなんだ。でもなんかどのぐらい奥に引っ込んでるか分かんないから、3センチ伸びる人もいれば1センチの人もいるし、最大5センチぐらい伸びたりする。え、じゃあ俺巨地になっちゃうね、俺そうしたら。ちょっと言ってもらっていい？3回目のコラボそれやった後でいいじゃん。ちょ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 。そう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 。ヒアルロン酸入れるみたいなやつは聞いたことあるけど。でももういいじゃん、嫁できたんだからさ。あ、まあそうっすね。別に誰とも言えるわけじゃない。奥さんだけでしょ。これまでの話ちょっと話したいなと思って。うん。え、なんか変わった最近は。なんかあれだね、あんまりコラボしない間にすごい会話がまともになったね。
あ、最近まともだよ結構。何それ。あ、やっぱ結婚したからだ。あ、違う違う、なんかえ、なんかすごい悲しいな。あ、違う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 、あの頃のカノクに戻ってほしい。いやいや、ちゃんとね、そうね、ちゃんと黄色とかつくね。マジ。ちゃんとやってんだね。ふざけすぎたら黄色つくから、うん、なんかちょっと真面目な話も取り入れて、うん、いや最近しかも前より分数長くなってきて、なんかもう真面目な部分も入れようかなと思ってて。なるほどね。そうじゃない、相手の魅力伝わんねえじゃん多分。相手の魅力考えるだったんだ、勝つやん。ねえ、勝つやん。だってコラボしてもらってるだけじゃなんか、なんも与えてないじゃん多分。え、すごいじゃん。自分の損得だけじゃなくて、相手のことも考えるようになったの。ああ、もちろんもちろん。え、なんか結婚っていいんだね。いやいや、それ前からそんな変わるんだ。え、結婚する前からそうなってるよ結構。違う、絶対前はもう破天荒でもう人のマイナスプロモーションしかしなかった。え、じゃ最近は何してんのじゃ。最近は、最近は、え、何してんの。家にずっといるよ。え、前もそんな感じ。え、じゃ前もそんな感じじゃなかったっけ。え、ほんと暇なのマジで。え、なんか仕事なんかもっと幅広くやってんじゃないの今。講演会とかなんかスピーチする系が増えたけど、うん、カリスマみたいになったよなんか最近。何それ、どういうイメージ。ほんと、それカノ君のさ、なんか、うん、そういう風に 見てくれてる。いや、なんか前はなんていうの、変な、あ、変なじゃない、じゃあ、おい、言葉気をつけろ。あ、なんか変な、ちょっと、あ、まあ、ちょっと言葉選びすぎちゃうの、この人は。え、なんか言いすぎると、なんか、うるさいさ、前からさ、俺の炎上気にするの。いや、違う違う、違う、言いすぎると、あの視聴者の、ちょっと、あの反感買いそうだから、うん、この人なんか、いろいろめんどくさそうじゃないですか。うるさい話。なんか、よくわかんない人だったけど、最近はなんか、メイクの講座みたいな。うん。やってる？メイクの講座もしてるし、普通なんかマインドセットみたいな、メイクをした後の気の持ちようみたいな。え、誰が来るの、そういう時って。ファンの人。え、年齢層何？3、40代。あ、やっぱそう、女性。20代もいるけど。あ、女性。これさ、3世代で来るの。おばあちゃん、お母さん、娘で来る、うん、イベントに。すごくない？結構。てか、そんな幅広い感じで人気なんだね。そうだよ。じゃあ経験人数何人ですか。じゃあいや、あのさ、もう容量ないの。質問のボキャブラリーゼロ。困ったらそれ聞くのやめな。ごめんごめん。じゃあどうぞ。向こうじゃ座ったらね。ああ、座ったらね。しっかりしっかりしっかり。じゃあ、この先何してんの。いや、この1ヶ月は本当にマジで何もしてなくて、結構いつ生まれるか分かんなかったからさ、うん、ずっと家にいたんだよね。え、本当。うん、本当にずっと家にいて。まだ俺疑ってるよ。あ、いるかいないか。赤ちゃんいないと思ってるよ。いや、あれ見た、この台。そんなんいくらでも用意できるじゃん。赤ちゃん用のなんか机があるんですけど、あそこ、別にあれはなんかカモフラージュっていうか、信憑性高めるのができる。あとで写真見せてあげるで。じゃあ、あ、いいよ。楽しみだわ。ガチ恋だったこいつ。そう、誰もいいじゃん。顔は失礼してるから。顔が嫉妬してきたっすね、なんか。冗談冗談冗談。じゃあ完成したっすね。イエーイ。無理しないでいいよ。無理しないでパパ。必殺技っていいかい。あ、眺め。すごーい。はい。じゃあお願いします。じゃあ行きましょう。お願いします。しない。だから前もしてしなかったじゃんそれ。け。オッケー。デジャブ？うん？なんか前回と同じ？え？なんかの時間。誰？見てろ。誰ですか？最近もうコラボ動画であんま作りたくねえなと思ってここしか作ってないけど。もはや大食いも捨てたわけね。うん、いや最近もうね。結婚して。なんかね、いや関係ないから。結婚してもう大食いも捨てたんだ。違う。ひどいねこれ確かに。この量レタッチで、うん、そうだね、巻きぐすうんこみたいになってるね、なんかキモ。うんこも好きって言って、確かに大食あれだね、量ないと確かに映えないね、うん、うんこも好きって言ってたから、なんかこの人。おいおいおい。一番風評被害。本当に若干斜めじゃないカメラ。あ、ごめんなさい、ちょっと俺あの既婚者なんで。うわっ。そうむしろ美味しそう。バカなんで知らないと思うんですけど、サメって知ってる？突然その暴言吐く感じ好きだよ。嘘。え、いや分かんない、そういう俺学歴中とかじゃないけど、うん、最終学歴って何なの。急に。今思った急に。俺感覚席なのね。
あ、そうなの、あ、そう言ってた。キルギと本名で韓国籍なんだけど、言葉喋れなかったから、18の時高校卒業してから、プサンに留学行ったの、半年。はいはい、最終学歴はプサン大学の国際言語交流学科ってところの留学。なんかかっこいいな、それ。韓国語めっちゃ喋れんの？あの、旅行行って困んないぐらい。あ、英語よりは喋れる。大学行ってんのに頭いい、その大学。あんま良くない。あ、金払えばいけるみたいな、ね、しかもすごいぬるっと食べ始めるじゃん。サムネね。あ、サムネ、サムネ、サムネ。こうちょっと触っていいですか。いいよ、触りたくない。なんでだ。触りちょっと下いける。前回どんなやつだっけ。信玄餅。あー、154万再生いってんの、この。そう、だから結構バズってんだよ。だ、俺未だに、カノ君とガチ恋ですかって、めっちゃコメントくるし。あ、あとね、結婚しましたって出したじゃん、コメント来たもんでしょ。私、俺に DM も来るもん。なんでカノ君結婚しましたけどどうですか失恋して辛くないですかそれを返上したくて、コラボしたいって言ってたもん。ギュテイ君が悲しむよって。本当だよ全然大丈夫っす。あの、ホイ君好きなんで。え、あった？あったことない。あ、あったことないんだ。でもお互いフォローされてんの。え、なんか最近ラジオやってるじゃん。あ、そうなんだ。うん。え、出てみたら、それに。え、出してくれんの？え、出してくれるっしょ。それ配信見てるけど、ラジオ知らないわ。もうちょい中心なんすよね。ね、すごいさ、言われるじゃん。そうそう。よし、早速ね、こんな感じで作り合わせたんで、はい、どうぞ。食べていいの？あ、いいっすよ。ボリュームないよね。ああ、確かにね。じゃあちょっと置いとく。食品ロスをね、食品ロス減らそうっていう。あ、そう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 。SDGs ってことじゃん。あ、すごいじゃん。いや、なんかまあ、ちょっと作るのめんどくさいしね。早速本音じゃん。食べていいじゃん。いいよ。いや、このクレープマジ時間かかんだよ。一枚一枚焼く。すごい。わ、とろっとろ。すごい垂れてる。垂れてるよ、すごい。あ、垂れてるっすね。垂れてんね。はいはい。ちょっといい。はい、どうぞ。垂れてる。昨日見たかもしれない、そういう光景。そうそうそう、やべやべ、俺お父さんになったんだった。いきます。あ、普通に美味しい。マジヌテラがすごいね。質問募集していい？いいよ。なんかあれだね、ちょっと、あの、赤ちゃんの交換台みたいなやつ。え、今何歳だっけ。それ言ってないか。あれ29、今年30。え、あ、そうなの。そうだよ、羽生くん何歳だっけ。27。あ、3つ下なんだ、今年27。あ、結構上なんすね。そんね、急に警戒やめて。怖い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 、急に警戒やめて。マジで怖い。あ、やべ、敬わなきゃいけない、この人。あ、18歳です。いや、絶対違うっすね。だる。意外と30なんだよね。ああ、じゃあやっぱり30の目上の人には敬語でいかなきゃいけないから、ちょっとこれから敬語で。いや、できますよ、急に。突然気まずい。やめてもらっていい？今まで通りにしよう、普通。ああ、そうね。まあいいか、こいつだったら。おー、すごいな。相変わらずすごいな、この設定。すごいすごい。てか、コラボとかしてないね、あんまり。もうほぼしない。YouTuber の人としてない。してない。会ってもない。うん、会わない。なんか偶然会う的なことはないの、ほんと YouTuber 的な人と。イベント行ったらいるじゃん。それであるのあるけど、ご飯とか行くメンバー決まってるし。あ、メイク。仕事とかで偶然会うとかはない？ない。え、本当に今まで会ったことない、あんまり。うん、本当にないです。だからそもそも俺 YouTube そんな見ないよ。あ、見ないな。うん、YouTube 見る人って。なんで俺のこと。ラランドさん。はいはい、分かる、芸人の。ラランドさんの YouTube チャンネル一番見るし、あと中田敦彦さんの YouTube 大学。めっちゃいい、俺超勉強になるよ、本当に。ほんまに。ニナニさん、あと藤本美貴さん。聞きたかったのが、その会ってきた中で一番嫌いだった YouTuber 誰ですかって。言えるわけない。いるの逆に。言えるわけだね。ティラノ YouTuber でもいないと思う。そもそもコラボする人もめっちゃ自分で選んでるって言い方俺やけど、合うなってしか合わないし、あんまりいないな。あ、本当に苦手みたいな人いない？そんな合わないもん。カノ君みたいにめっちゃコラボしたらさ、今度悪かったとかあるかもしれないけど、そもそもコラボそんなしないし。ないんだ。うん、そう。逆に仲いい人は？仲いい YouTuber いないの？カノ君と、あ、はいはい、ちょっと勝也と、まあメイク系の、ああ、いつもコラボしてる人いるじゃん。じゃあ本当に YouTuber はいないんだ。うん、いない。ちょっと見下しちゃってるみたいな。
言い方悪くない？びっくりして今すごい今変な汗かきそうで怖い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 。ああ図星だから逆にでももっとあれだよ、 YouTuber の人とかクリエイターの人となんかもっと絡みたいけど人見知りすぎて。あそうなんだね。ディーゼルのイベントでアリシャンさんに久しぶりになったの、喋りかけたかったけど、うん、めっちゃ超そういう時さ人見知りしちゃうから自分から行けなくて、ていうか人見知り、あ、なんか言ってたね前も、人見知り食べ方キモい食べ方キモい、指でバナナなんかベチャってやった今。それじゃないの食べ方って、普通に正規な食い方って。親の顔が見たいんだけど俺これ聞きたい、 なんでそん、俺がさ自分で言うのもなんだけど、うん、いつもコラボしたらさ、うん、なんか肌綺麗だねとかさ俺言われるんだよね結構。うん、肌綺麗だよね。でもなんかこう並んだ時に俺めっちゃくすんで見えるんだけど自分で、うん、何なのそれ、何してんの。ポテンシャルが違うんじゃないツルツルじゃない、何もしてないのそれって。メイク、メイク。あ、メイク、別にメイク落としたらザラザラになってるってことザラザラなわけないでベースの肌もまあ綺麗なわけじゃないけど肌。あ、そうなの。この距離汚い多分メイクでカバーするだけで。あ、そうなの。この後メイクするじゃん、だから分かるよ多分。じゃあ普通にめっちゃ塗ってるみたいな感じ、うん、あ、そうなんだ。層がすごいもん、何層あるか分かんない。あ、そうなの。10層はある、うん、やっとメイクできるから今日。あ、俺に、カノ君に。あー、いや、いやっすね。いや、自分前だってやってたじゃん俺のメイク動画見ながら。ああ、そうそうそう、そうだよ。確かにそうだ、そうだ、最初のあれだ、きっかけあれだ。だから、じゃあメイクしてあげようと思って、多分青の最後だから今日あれ、青の最後だな、今日、うん、だって結婚しちゃったしな何のメディアもないもう前回ワンチャンあるかなみたいな。うん結構真剣に考えてた。あ、そうなんだ。うん、ないっすね、普通に質問募集したの忘れてたわ嘘でしょ。 え今の自分の質問だったの。あ、そう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 。なんだよ。あ、予想していい、最近生出ましたかと、月収と、あ、あとじゃあ月収いくらっすかっていう。前も言ったじゃんそれ。え、前より上がってんすかね。上がってんじゃん。大した変わってない。あ、そうなの、うん、あ、じゃあ予想で言ってみて。いや、で結構いい感じな、きえ、わかんない、400万、600万、500万くらい。500万くらい。うん、500万くらい。あじゃあリアル P? はいはいはい、 P 入れてるの絶対。ああ、カットで。ああね、カットでっていやなんかいやらしいじゃんこれ、なんかこいつ稼いでるんだと思われたくないもん、なんかすごい嫌だ。あ、逆に、え、嫌なのそれって。嫌だ。加藤くんは、まあそうね、月給公開するタイプだから。いや、俺公開しないもん。やってたじゃん、でも。あ、でも1年前ぐらいやめたもん。なんか最高月収600万円なんで、すいませんでしたーってやつじゃん、いつも。え、なんか最近はもうマジでやってなくて結婚したからか。え、違う、なんか前より額が増えて、うん、なんかいやらしいなと思って言ってたら、あ、やっぱそうなるよね。本当に嫌なやつみたいになりそうだったから、うん、やめといた最近は。で、最高月収いくらですか。いや、言わないっすね。言ってでもまあ100万円くらいじゃない、でも多分。嘘つけよ1000万円だろ1000万以上あるだろ、絶対。ない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 、普通に。じゃあ動画使わないとして、え、俺でも最高月収で、いや使ってもいいけど全然。最高月収多分1100、200とかじゃん、でもそれ多分月1200。あ、すごいじゃん。え、あなたも一緒ぐらいじゃん。それ以上あるんじゃない。でも美容系って高いんじゃないですか。なんか美味しいね、カメラこの人相当稼いでるっすね。美味しいね、すごい。この人相当稼いでるから、みんな騙されない方がいいですよ全然500万もない。え、ほん、いや絶対嘘でしょ。カリスマになってるから。ちょっと最高見つかっていいやつこれは。ダメダメ。すごいね、やっぱ美容行きたいんだけど俺知識ないからあんまやりたくないんだ。でも美容のイメージめっちゃついてんじゃん。でもなんかやってるかって言われると別にやってないから。いや、美容の仕事も、うん、まあもちろん詳しいとか大事だけど、清潔感が一番大事なの。俺清潔感ある？ないっすねえ、でもあるよ。じゃあ俺それもちょっと狙いに行こうかな。ちょっと普通に口からなんか信玄餅ポンって入ってた時とかはあーあー、最近やってないね。うん、あ、分かった。ブランディングフライトしてんだ、そっちに。ちょっと綺麗売りしようとしてんだ。いや、してないよ。いや、なんか普通に炎上しだすから、なんかすぐ炎上系 YouTuber じゃんいや、なんか炎上していいんだけど、うん、なんか結構うざいんだよね、来てコメントまあそれ炎上してるからそれはねだからあんまちょっと見たくねえから、あんまやりたくないなと。うん、鹿野くんちに生まれたかったなんでお父さんとか、まあ、あ、この人に違う。なんでなんでなんだよ。理想の親って何なの。理想の親って、えぇ、うん、急に難しいわ。理想の親、いや、これをね、俺コラボする人にみんなに聞いていこうかなと思ってて。友達っぽい人かな。あが理想かも。あ、仲良くすればいいの。普通に人の時間たくさん過ごせたらいいんじゃない。
あ、一緒に、うん、あ、その友達のマリリンいるじゃん、うん、マリリン家今4人子供いるのね。でマリリン家の子供に生まれたいってめっちゃ思う、うん、仲良しみたいな感じ。仲良しだし、うん、家族で休みの日には絶対ピクニック行ったりとか、うん、旅行行ったりとかしてるし、うん、もう好きさえあればみたいな。あ、マリリンも忙しいじゃん、うん、で仕事頑張ってるのも応援したくなるじゃん子供として、うん、まあまあそうだね、親が頑張ってるのいいじゃん。夫婦関係も仲良くって、うん、でなんか昨日ベビーシャワーだったのマリリンの。ベビーシャワーじゃない、性別発表するパーティー。あ、そういうことがあって、それもすごい豪勢に可愛くやってたりして、うん、なんか楽しいなと思う子供でも。あ、そっか、幼児を作っていけばいいね俺ちゃんと。そうそうそう、そういうのちゃんとやるっすね、じゃあそういうの。あ、分かんない、自信ないんだ。生まれたばっかだから自信ないんだ。いや、分かんないからさ、俺どういう風にやるのかが。親はなんて言うの、な、親はなんて言うのって。アドバイスくれたりするんじゃないの。いや、親にあんま…カノ君の親は。俺の親とあんま話してなくてあんま分かんない。あ、なんか、あ、いや全然仲いいんだけど、ごめんなんか、え、全然仲いいんだけど、遠いからね、あの実家が。すごい、バナナだけ全部食べてる、しかも指で。すごいな。じゃマジで興味ないんですけど、結婚したし、こういうこと子供いる、こういうこと聞きたくないんだけど、経験人数何ですかって。さ、前回聞いたじゃん、それ。なんかよくわかんねえ、少数の人数答えだったっけ。別に嘘ついてないもん。あ、ほん、あ、嘘ついてないんだ。でも前回のやつは弁明するのも変だけど、男性だけの数だった。ああ、女性も経験あるんだ。あるある。あ、そう、だって女性と付き合ってる子もあったもん。あ、そうか、いつとか。あ、てかあれ恋愛、あ、そっか、人が好きだから、人が好きってか、あれなんだっけ。いや、あのね、前回の動画見てもらっていいですか。あ、はい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 、うん、リンク貼っといてください。 あ、人数違うよ。あ、何、セクシャリティの問題ね。あ、そうそうそう、男性好きなんだけど、まあいいじゃん。前よりは増えた。え、前よりは増えた。あ、この 1,2 年で、うん、増えたね。だ、誰としたの、誰と、誰とした。知ってどうする。知らないじゃん、そいつとって。確かに。何の意味。いや、嫌いなやつとやったやつを答えさせてえなっていう。で、どうだな、お前。マジ嫌いな人いねえんだ。いるわ、いるけど。あ、いるんだ。え、何で嫌いなの。なんか優しそうじゃん、寛容そうじゃん。楽しいけど、価値観違う人、最近一番無理だなと思うのは、うん、お店行ったりするときに、ご飯食べてるときに、例えば個室とかだったらさ、誰も聞こえないからいいと思うんだけど、うん、結構開けた場所でご飯食べてるときに、うん、すっごいうるさい声で、ゲイな話する。ああ、はいはい。まあ、ちょっと苦手。ああ、俺それめっちゃわかるわ、なんか。リスクヘッジがすごいあるから、ヒヤヒヤするよね。そう。だし、そのお店の人に、うん、そういう、大声出す、うん、下品な人たちの一員なんだ、ギテはって思われるのがすごい嫌だし、自分はそういうタイプじゃないのにってなるし、うん、そういう人とは嫌だな、関わりたくないなって思っちゃう。誰ですか、それ。そうそうそう、冗談冗談冗談。でも、風くん知らないと思う。あ、知らない。うん、まあ、確かに俺最近マジで何も外出てないしな、まず。風くんの一番嫌いだった、うん、YouTuber は。いや、マジないね。嘘つけよ。いや、ほんと嫌いな人いないって。ひどいことされたことないからさ。コラボした時に、うん、なんか遅刻してきたとか。遅刻してきた人だったら、まあ横にしかいない、普通に。そうそうそう、ごめんなさい。そう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 、なんか、体で返します。なんか、あれはあれだよね、あの結婚祝いと出産祝いを兼ねて、うん、なんかプレゼントを送りたいなと思って、すごい買ってきたら、そういうのくれるんだ、ね、それがすごい、待ちすぎて、うん、到着遅れてしまったって。ああ、で、1時間ぐらい遅れたって話だよね。あと今日めっちゃ大雨だったんですね。あ、確かにね、大雨だったんで、ちょっとタクシー混んでたっていうのもあって。ああ、そうか、ごめんなさい。じゃあ最近いつやりましたかっていうのが来てね。前と同じ質問歩んでるね、やっぱり。あ、じゃあ確かに前と違うやつ聞きたいね、やっぱ、うん、面白くないから、やっぱ。その価値観あったんだ。おもろっ。あ、じゃあ、あの、結婚発表してさ、初のコラボ、もしかして3回目ぐらい。あ、なんだよ。なんで初めてがいいじゃん、なんでも。ああ、そういうことね。いや、まあ初めてではない。ガチ恋だもんだって。なんでそれは、なんでガチ恋って言ってんの。え、なんでって何。めっちゃ愚問なんだけど。え、何それ。え、ファンとしてそれ動画見てもらってたの、まず俺の。ああ、そう。あ、そうなんだ。そんな見てないのに、他の YouTuber。 この子見てた時あった。なんかその、たまにさ、その、うん、かっこいいと思う男性 YouTuber はとか。あ、はい、質問された時あるじゃん、うん、その時に狩野くんって答えてた。あ、ほわの、うん。チェック不足っすね、それ俺の。あ、はい、ちょっと怖い怖い怖い、なんだ。あ、これは最近買って一番高かったもの何ですかっていう。全部お金に絡んでるじゃん。やらしい。え、なんかめっちゃ買い物してるじゃん、パパ。やらしい。めっちゃ買い物してるイメージ。してないよ全然。ブランドもめっちゃ着てるイメージなんだけど。何何何何、
購入品紹介とか、なんか動画見るんだけど、たまに。嘘。あ、見る見る見る。嬉しい。なんか超ハイブランドばっか買ってる。動画見てくれてんだ。ちょ、間違えた。発言間違えた。見てくれてんだ。そんな思ってくれてる。ちょ、発言まだ間に合うかもしれないよ。ちょっと発言間違えちゃったっすよ、普通に。あ、でも見てたら、なんか、高いもんばっか買ってんな、うん、こいつと思って。最後だけ気になる。あ、そんな高い、めっちゃ特別高いものはないか。え、人生で一番高い買い物は？人生で一番高い買い物？うん。なんだろう、家買ったことあるわけじゃないし。ああ、いや、でも俺人生最近一番高い買い物したんだよね。何？車。あ、車。うん、確かに でかいね、それはね、うん、車買ってないからな、俺。あ、そっか。何買ったの、車？おお、いい車じゃん。でも900万円ぐらいしたの。持ってんなあ、でもちゃんとローンでやった。一括で払える。絶対一括でこれ。ええ、キャッシュ一括でどうなの。ローンでお願いしますって言って、うん、ちゃんとやったっすね、俺。900万の車すごいね。で、それが一番かも、人生で。ない、そういうの。一個でボーンはないんだよね。細々で高いみたいな、うん、月、うん、めっちゃいろんなもの買ってたら月こんぐらいいってたは全然ある。いくらぐらいする、引っ越えてくんねえんだそれ。うん、なんかもうイメージが悪そうで、すごい嫌だな。あ、じゃあマジで結構、まあ言わなくていいけど、結構やべえっていう金額になっちゃったことがあるってことだよ。うん、先月ね。あ、先月？先月よ。あ、じゃあピーってするから、いくらぐらいする？え？いや、言い訳すると、うん、母親が4月誕生日で、5月のゴールデンウィークにうち来てて、うんうん、あ、これ言ってもなんかすごい嫌だな、なんか。母子家庭だから、ちょっとなんか、プ、うん、レゼントしてあげたくって、はいはい、1個じゃなくって、買い物行って、欲しいもの全部買ってあげるよっていう風にしたの、うん。値段別に見なくていいから、何でも好きなもの買ってあげるからね、はいはい、うん、って言って、使っていってたら、うん、カードまず限度額言ってて。おー、え？そう。で、あ、やばいな、限度額いってるって思ったんだけど、うん、それ止めたかったんだけど、5月すごいストレス溜まることめっちゃあって、で、俺、ストレス発散法が買い物なのね、うん。あ、買い物なんだ。買い物して、それ、しまぐらいじゃないんだ。てめえだろ、それ。だから、買い物めっちゃしちゃってて、はいはい、で、気づいたらそのぐらいになってた。うん、まあ、でも、今まで育ってくれてありがとうって感じか。そう。え、すごいね。親孝行。あ、かっこいいね。親孝行。何て言った？ねえ、親孝行。あ、親孝行ね。親孝行。親孝行。親孝行よ。今何分撮ってんの？23分ね。じゃあラスト100問ぐらいでいったの。最高。あ、ラスト5、3、3、3。あ、じゃあ突っ込んだやつちょっと聞きたいんだよね。誰って言ってる人やっぱり、まあそうだよね。俺なんか知ってる人ないのそれ。え、でもみんなに来るから、この誰って。いや、お金の話ばっかりなんだ、これ。だからさ、本当にルイ友って言うじゃん。ルイは友を呼ぶって言うじゃん。カノ君はそういうタイプだから、ファンもそういうタイプしかいねえんだよ。俺が結婚したって、なんか言った時、どう思いましたかっていうのが来てて、なんか。ガチのやつ、うん、ガチは、うん、あ、そうなんだ。ああ。あ、そうなんだって。あ、そうなんだ。え、でも最初いつだっけ、なんか。ね。あ、動画じゃなくて、コラボ動画の予定が入ってて。そうそうそう。で、それがなんか結構俺、いつ呼ばれるか分かんなかったから、その子供生まれるタイミングで。こここういう理由があって、ちょっと、この撮影無理そうなんだけど、日付変えていいですかって。1回、多分3、4回日付になってるんだ、これ。あ、で、1回目、2回目は多分普通に、ごめん、いついつでもいいって感じ。理由とかなくに。なんだけど、うん、3回目の時に多分俺がちょっとまあ、怒らせちゃったと思ったのか分かんないけど、カノ君が。マジでごめんみたいな、実はこういう理由でみたいなって。あ、そうなんだ。確かに感じ。なんか反応しづらいっすよね。そうなんだ。しかも別にガチ恋かっこいいなって思うけど、やっぱフォイ君の方がかっこいいし。ああ、え、だってフォイ君って全く違うじゃん、なんかタイプが。あ、ほんと？え、わかんないわかんない、顔全く違うくない？あ、まあ確かにね。なんてイケオジみたいな感じだよ、俺って。違うね。やっぱ違う。でもフォイ君の顔が一番かっこいいと思う。ああ、でも確かにあの人めっちゃかっこいい。 あとさ、頭いいじゃん。配信とか見てて質問とかコメントに対して返す言葉がめっちゃ頭いいなって思うから、俺頭いい人好きなのよ。あと無駄がない人。あ、俺頭いいっすもんね、やっぱ。ちょっと違う、間違ってたかも。お前なんか間違ってた。全部の動画消したいよ、ほんとに。あ、バカなふりしちゃ頭いいタイプだから俺。あ、ほんとに。あ、違うっすけど、俺真面目だしね。あ、自分のことイケメンって思ったことありますか？ないな。ない。いや、メイクした状態だったらもちろん自信はあるよ。ああ、自分大好きだし俺。ああ、落とした顔知ってんじゃん、みんな。あ、やばいじゃん、普通に考えて。あ、やばいな、やばいやばいやばい。俺の思うイケメンって、ああ、何もせずイケメンな人がイケメンだから、深川くんとかってさ。ああ、まあまあそうだね。すっぴんであの美女じゃん、あれだったらイケメンだと思うけど。ああ、何もせずの顔って俺も金玉みたいな顔してるから。
シワシワしてるってこと？違うつるっとしてんだよ。あ、つるっと、なんで？つるっとしてる。あ、つるっとしてんだよ。つるっとしてる。あ、なんでっていうのあんま良くない反省すんだよ、え、なんか前回いじっていいって言ってたっけ？前回なんて言ったっけ？いじっていいって言ってたけど、まあ、うん、分別あるんだろうなって思ったらもう全部、動画外で言わないって言ったこと全部言ったすごかったもん、しらみつぶしに全部言った。いや、そう、いいって言われ、いいとは言われるけどさ、うん、実際どう思ってるか分かんないじゃん、だって。え、改めて新しい人に対して、あ、それ説明するのは苦痛ですか、それ別にこれって偽物の紙なの？いや、言い方あるよね。ちょ、確かに言い方あるよね。え、本物の紙だ。いや、なんかわかんないじゃん、だって。うん、本当の紙じゃん。ビック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 。あ、そうなんだ。ビックでもさ、めっちゃ廃業さ、これ結構もう替え時だからさ、うん、この辺やばくないだって、うん、めっちゃビックじゃん。まあ、私ちょっと境目あるかも。そうそうそう。でも俺セットがさ、得意だから。あ、それセットもするんだ。もちろんもちろん。すごいね。セットしてるとこうなんない？ビッグなんだ。だってわかんないもんね、普通に。いや、わかるっしょ。なんか動画でさ、やっぱ言われるじゃん。え、カツラですかとか言われんじゃん言われんの？言われる、めっちゃ言われる。なんか俺みたいなこと言ってんだね。そうだよ、このくんしかいないからコメント欄いや、本当に、いや、ググってほしいって思う、うん、こういうことなんだよっていうの。そう、だって聞かれてさ、まあ嬉しいことないじゃん。あ、まあまあそうだ、ね、ごめんなさい。疑問わかるんだけど、いや、ちょっといいよ、別にそれは金くんじゃなくて、嬉しいわけじゃないじゃん、別に。あ、まあまあそうだね、言われてね。コメントで書かれてて、あ、調べたらいいじゃんって思う。あ、だって聞いてさ、返信、俺の返信待つよりさ、進度が早くない、うん、確かにって思うんだけど。調べれないような低レベルな人が言ってるってことでしょ、うん、なんでさ、敵作るの、そうやってで、カノ君に来たことあった俺。何？最近あの MBTI 診断めっちゃハマってんのね。ああ、2つ出てきて、え、なんか やるたびに変わってくる。 INFP ってやつと、 INFP なんだ。 ENFP ってやつ出てきた。愛会で分かれるんだね。ああ、でもあれあれだよ、それ韓国の人って、うん、仕事の時とプライベートの時で、うん、マインドを、まあ、ちょっと、うん、変わるじゃん。2つ診断するの。あ、そうなの？そう、多分仕事の時 E なんじゃない？うん、で、多分普段が I なんでしょ。INFP 本当にほんわかしてる、なんか優しそうな俺みたいな感じだった。仲介者、意外だね。なんか暴走者みたいな。いや、俺なんか意外とそればっか出てくるんだよね。え、なんかすごいそれ言われるの。韓国に友達いるんだけど、遊び行くときにさ、めっちゃ言われるの。絶対 T だよねって言われるの。なんか韓国ってさ、なんか会わない時点でもうデートとかしないっていう感じな。え、マジで本当にそう。え、ま、絶対聞かれるの。自己紹介したら、まず何って言われるの。答えるじゃん。うん、あーねーって感じ。あれ関係ないでしょ、でも別に。いや、めっちゃあるよ。いいっすね。じゃあ本当にこれはマジでやっぱ性格診断だから、うん、別に星座占いとかじゃないの。あ、ちゃんと性格に基づいてるから。え、でもメンタリスト DAIGO さん意味ねえって言ってたよ。普通だった相性。あ、普通。あ、だろうな。まあ、確かに普通、普通だよ。普通だね。今日こっからあんまり読んでなくない今日。いや、そうだね。いや、本当にやばいね本当にやばいよ、マジで。信じられないコメントばっかりマジで。アナル無臭ですかみたいな。アナル無臭なわけないだろ、人間全員くせんねや、アナルは。チンコついてますかっていうのが来てる。立派なもんついてる。前回も言ったよ、前回も言ったやつだよ。ついてる。立派なもんついてるよって言ったよ。あー、いや、また金の話だこれ。マジで美の感じで出しやってんじゃん。なんか出してんじゃん、美の感じだ、ね。まあ、美なんですけども、普通に。え、月にいくら使ってんの、その美に対して。美に対してよ、化粧品も含めってこと？あ、そう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 。関連してるなら全然10万ぐらいじゃん。あ、意外とそんな感じなんだ。うん、これ別に肌治療とかしてないもん。よくはなんかあの陰毛度って言ってさ、なんか顔を引き締めるやつとか。陰毛って何なんすか？あ、陰毛度ねえ、バカすぎるよ。陰毛度。あ、そんなのあるの、俺初めて聞いた。陰毛度ってやつとか、皮脂がすごい出るから皮脂を止める薬飲んだりとかしてて。あ、それもまあまあ高いし。あ、でもなんかもっと言ってんだけど、何十万って使われてるんじゃん、もっと。うん、そういう感じじゃないんだ。でかいのすればね。なんか例えばなんか、まあ、うん、エクソソームってさ、幹細胞を点滴するのとかは1回もう12万とかするのもあるし。あ、もう1回なんかエクソソーム点滴を、うん、まあ、某クリニックに打ちに行って、うん、7回注射ミスられたの、うん、全部失敗して2回、うん、血管を針が突き刺してて皮膚の中に液が漏れてパンパンに腫れたの。え、2回。血管じゃなくて中で。そう、ここにブワーって、うん、やば、で、痛いのめっちゃ、うん、普通に、うん、だから呼んで抜くじゃん。あ、すいませんみたいな感じでまた誘っとするの、うん、で8回目の時にもう信じられなくて、うん、いや無理ですもうみたいなで、まあ 100% 点滴あるうちの 70% しか入ってなかった。まだ8回刺して全部漏れたりするから、うん、で、あと 30% あるわけじゃん。でも刺されたくないから、うん、帰れますって言ったので、帰り際にさ、うん、なんかエレベーター乗る時にさ、うん、でも 70% 入ったから良かったですねって、そのやった人に言われて、そのクリニックを絶対え、どこっすかそれ
はいはい。わかる。あ、なんかわかるっす。あ、なんか見たことあるストーリーとかで。はい、そうですね。あ、じゃあちょっと確かにこれピーショーで多分絶対良さそうっすね。そうっすね。この人マジで。2個だけ聞きたいこと見つかって言っていい？いいよ。エクソソーム天敵で流行ってんじゃん。撃ったら何なんだあれ。あれはエクソソームっていうのがいろんな種類あるけど、なんか自分の体の悪いところに流れていってそこを直してくれるのエクソソームって。あ、なんか気分が高揚したりするの？それ薬じゃないのよ。変な薬と間違えてる。ああ、違う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 、その幹細胞だから、幹細胞の中でのエクソソームっていうのはそのもっと希少部位というか、幹細胞をどこに行ってくださいねって伝達するのがエクソソームなの。もっとこう伝達が早いからよりいいんだけど。あ、そうなんだ。そう、うおーって感じになるわけじゃない。体幹元気になるとかじゃなくて、元気になるっていう人めっちゃいるじゃん。骨が折れてたりすると治りがめっちゃ早くなるの。そこにエクソソーム行くから。あ、そういうことね。腰が痛い時も打ったらすぐ痛くなくなったりするし、でかい手術する前にそれ打っとくと、そもそも治りが早くなってるから、ダウンタイムがめっちゃ軽減されるの。手術前にそれ打っとくといいよっていう。でもあれで、ウォートンジェリーって言って赤ちゃんの胎盤とかから取られてる希少なやつがあるのね。そういうのじゃないと意味がないの。エクソソームって言えば来ると思ってる人がいるから、そういう幹細胞点滴はマジ意味が全くなくて、クソみたいなとこでも感じれるじゃん。値段で決めるのよくないけど、安いところは、まあ、何かしら理由があるってことね。そう、安くできる理由があるし、本当のやつは高いもん普通に。幹細胞は基本高いから。でも確かに何が入ってるか分かんないから、別に適当な水入ってるだけかもしれないってこと。そうそうそう、ちょっと入れただけでも言えちゃうから、そこはすごい見極めるべきだし。みたいな感じじゃないんだね普通に。本当にダメですよ。本当にダメよ。なんか誰かの TikTok でなんか言ってる人いたんだよ。なんか やべえ、なんか打ったらなんか変だぞみたいな。いや、そんな点滴じゃない。あ、じゃあ変なの打っちゃったりとか、それかもしれない。じゃあもう一個聞きたいのが、美容のところとかちょっとたまに行ってる？行ってる？あ、行ってる行ってる。なんか一番なんかトラブル起こした、あの向こう側でトラブル起きたことある？なんか、さっきそれさっき言ったじゃん。液体がここで溜まってたってことだよね。そう、しかもそこって液体溜まるじゃん、ここパンパンに、はい、痛いじゃん、めっちゃ痛いってことは皮膚と筋肉の間に液体が流れ込んでるから、うん、それっていいの？まずダメ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 、絶対ダメ。本来ありえないもん、そういうことで。痛いの普通に、で痛いってことはそこがこう剥離しちゃってるから、内出血になるの。ここ真っ青だったもん。1週間ちょい早めに行ったから、まだ吸収されるレベルだったから普通に吸収していったけど、吸収されても痛いから、普通に青くなって1週間ちょいとかずっと痛かった。あ、お疲れ。やばいよマジで。お疲れ様っすね、普通に。ありがとうございました。嘘でしょ。ありがとうございました。本当にこれで終わりでいいの？感想あるっすか？感想、感想。なんかさ、すごいなんか変わったね、やっぱ結婚して変わったね。なんで結婚？カノ君、最近見てないかもしれないけど、勝也結婚して変わった。最近見てないと思うけど。ああ、今日の勝也つまんないな。嫁と子供いるから、ね。いや絶対違うって。1年ぐらい、ここ1年ぐらいそんな感じだよマジで。本当？あ、本当本当本当。もう最近確かに見てなかったからな、カノ君動画。感想は、そうだな。人のものってなったら逆にエロいかも。そういうこと。よし、今のうちに。